皆さん夜ですね。えー、っとこんばんはアップアップガールズかっこ2期のカジイコとカジシマアヤです。久しぶりにカジラジのラジオをやってみました。まあ、ラジオねちょっと夢なので定期的にやったりしてるんですけど。 よかったら皆さんが、まあ、最後まで寝る直前ぐらいまでね聞いていただけたら嬉しいななんて思ってますみんなのコメントもたくさん読んでいきますのでよかったらコメントくださいそして「ハッシュタかじらじ、ね、おたよりで」で t w i t t e の方であの募集もしていますので、まあ、今日の配信の中で やるかかもししししれないいいのでよよったらツイートててみくくださいよろしくお願いします最近は配信をたくさんできているななんて思っていましていやーラジオもやっちゃおうと思ってこの機会にやってみました昨日と一昨日と今日と結構家にいる時間があったのでできたのかななんて思ってるんですけど明日から 結構ね毎日お仕事の方が入っているので明日からも頑張ろうかななんて思っているんですけども皆さんはお休みの日とか何にされます今日私されるんですよ。ん今日されるんですよ。じゃ今日私、まあ、お休みっちゃお休みだったんですよ。まあ、やることはいっぱいあったから書き物とか結構バーって頑張ってやってたんだけど、まあ、それとは別としてね ややったんですよあのやったんですよ休みやったんんでですすよよ休みだから、まあ、メガネ作ったりとか、ね、ママのお仕事の送り迎えに行ったりとか姉ちゃんのお迎え行ったりとか何 <laughs> かちょっとずつ車を運転してみたりとかしていましたはい楽になるように「山住んでー」だって「ヤッホーおかしいだよー」はい。ということで。 なんかラジオっぽいことしようと思ったんだけどさ、こういうのを持ってきた。家事の ASMR 何を食べてるか当てろ選手権イェーイいや、私が今からちょっと一個ね、ある食べ物を持ってきたので、皆さんに聞いていただいて、ちょっと何かを当ててもらえたら嬉しいなと思います。この夜中に食べるちょっと罪悪感が本当に、 最高に気持ちの良いですね <laughs> はいちょっとやってみたいと思いますじゃあまず第1回食べます なんでしょううわえすごい当たりが出てるんだけど早くないこんなに簡単に当たっちゃうものなのまあでもでも当たってる人はいるよ。いるいるいるすごいさすがですね。 いいねじゃあもう一発ヒントも言いながらヒントはまあ,お菓子ですまあこの罪悪感っていうのにちょっとはい言ってみましょう。 ということでえー、どうだろう分かったかなまあ食べたいだけっていうのもちょっとあったりするんだけどお SMR 上手ほんとやったかそうだって新潟仕込みお私が好きなやつだ。 でもそろそろ正解いきたいと思いますいや一人いた一人一人いましたいやすごい冗談花火がえー、あそっかありがとうございますすごい 達成した。ありがとうございます。で、キス消すの忘れちゃった。それありがとう。よいしょ、ありがとうございます。じゃ、後ほど1曲引きますか？あ、歌いますか。ありがとうございます。ということで、じゃあ正解を発表したいと思います。正解は？柿の種でーす。わあ、すごい当たった人いたね。 すごいわ、マジで柿の種でしたそうすごい誰か一人いっちゃう人いたよめっちゃ早かったんだよね うーんと咀嚼音ここら辺だったかなあいさおさんですねすごい本当にすごいびっくりしちゃった柿の種でしたそう、腹圧術上手ってどういうこと <laughs> あそういうことかあのねあのラジオだからってことかなるほどそう実は腹圧術なんですよ なんつってちなみにパパのをパクってきました1個なんか美味しそうなのがあったのでちなみに味は期間限定のふわっと柚子を香る柚子明太子味ですやばい美味しいんだけど絶対この時間に食べちゃいけないよねと思いながら食べちゃってますがまあ残りはあと明日は食べようかななんて思ってますあと一口だけ。 美味しかったなんかジシ島家は結構お菓子をみんなで食べていいよみたいなお菓子は割とないんですよ。それぞれが買ってきたのを家族で食べたりとかもちろん自分で食べたりとかするタイプなんですよ。でもなんかうん箱があってそこの中に 入れるとみんなが食べていいっていうそういうゾーンがあってリビングにあるんですけど今日そこに入ってたからいいかなと思って持ってきちゃいましたそうそうそう割とだから自分のだよっていうのをしてないとみんながパクて食べちゃうから別にいいんだけど結構ねそこはねルーズです貸し島けめっちゃルーズこれが誰のとか あんまないんですよ。そうそう。基本的に家にあるものは <laughs> みんなのものって感じなのが多いので、結構ルーズな勝ち負けです。姉ちゃん怒らないんかいって。姉ちゃんはね、部屋に置いておくことがすごいから、姉ちゃんのものはね、割と食べないんだけど、私はね、お菓子をね、あんま部屋に置きたくないタイプなんで、 リビングに置いちゃうと知らない間にもらってた差し入れとかがなくなってたりとかするかなまあでも自分が好きなものを先に食べるタイプなのでそうそうだから基本的に自分が一番食べたいものはもう食べちゃってるからそうそう意外とねなぜ部屋に置きたくない なんか虫が湧いたり嫌だからです。もう封開いてないけど。封 <laughs> 開いてないけどなんかお菓子とかが部屋にあると虫が湧くんじゃないかって思っちゃうんですよ。怖いんですよ。実家も虫とかがこう部屋だったり出たことないので、もう超怖いんです。自分の部屋から虫が出てしまったらって考えたら。 もちろんちゃんと起きてました。あ、寝てるな寝てたななってたな大皿にどんと置いてあるのだって。うんとね、段ボールみたいな箱があるんですよ。まあ段ボールではないんだけど、なんか箱があって、そこの中に、なんだろう、うカップラーメンとか、ラーメンとか <laughs>、おせんべいとか置いてあって、コンフレークとか置いてあるんだけど、なんか、他に、 お菓子が入ってたりとかするんですごめんなさい」全然よ夜遅かったからねラーメンそう鹿マケラーメンいやシ島家ラーメンが好きってわけじゃなくて私とパパが異常なほどにカップラーメンがが好きなななのよでなんかか時間がないからカップラーメンとかじゃないんですよ。もうカップラーメンが食べたくてカップラーメンを食べるっていうそういうことが多いんですよね。そうそううだから ね、カップラーメンは結構置いといてくれると嬉しいなって思うな「ジャマゾンんーだって「ジャマすンなら帰ってあいよやっぱり帰らないで、ね」さん<ン>スマスさんかな「やッーん」「ガチでやん」何味だって今あるのはね醤油ラーメンが入ってますでも最近ねお蕎麦が好き緑の。 じゃないか。合ってるか、緑のたぬきかな。緑のたぬき、めっちゃ美味しくない。なんか緑のたぬきが好きすぎてさ。箱で買ったのよ、梶島家。<laughs> マジで。そう、カップラーメン美味しいよね、私本当に大好き。なんか三分のは一分半で食べるし、五分のも三分ので食べるし。 なんかそういうちょっとお菓子感があるからなんだろうなすごい好きですそんな気がしますということでラジオせっかくみんなにお便りをいただいたのでお便りを読んでいこうかなって思いますイエイ「ローソンのカップラーメンは美味しかった」って「え,ー、え絶対美味しいじゃん食べたい」 生麺タイプじゃなくて揚げてあるやつが好きそうってああそうなんか縮れてるのが好きだからカップラーメンカップヌードルとかめちゃめちゃ好きですお便りあります読んでいくこうと嬉しいどれにしよっかなうわたくさん来てる嬉しいな これにします。ラジオネーム、ヨッシーカコカリさんからです。いつも楽しい配信をありがとう。毎日配信3周年の2月13日が近づいてきましたが、何か企画は考えています。えああ。帰ってきた気がする。よいしょ。よいしょ。<laughs> 一んか「ランジコなら切れます聞けますか?」って <laughs> いやここでしか「切れないよ聞こえないよ」っていやなんかショールームが今固まって動かなくなって一回落としましたこれ私なんかさショールームツイッターにあパソコン持ってこようそうかそうすればいい よし。こっから見てやるぜ。カジちゃん覚えたからな。ああ、焦った。えっとね、ラジオネームヨッシーさんからです。いつも楽しい配信ありがとうございます。えっと、カジもうすぐに、たちょっと今見れてないんだけど、ちょっと勘で喋るのやめよう。いやー、びっくりした。困っちゃ困っちゃ。 ヨッシーさんがねくれてるのありがとうって読もうと思ってたんだけどちょっとね私のね私フォロワーさんどんどん減ってってるなやばいな <laughs> ごめんなさいはーいそれで読んでいきます よし、ラジオネームよしさんからです。いつも楽しい配信をありがとう。毎日配信3周年の2月13日が近づいてきましたか何か企画は考えておりますかというものでございます。やばーい。やばーい。私全然考えてなかったんだけど、どうしよう。もうすぐだね。めちゃめちゃすぐだね。3周年経ちますね。毎日配信してから。 いや、本当に感謝すぎます。こうやって皆さんのおかげで、3周年、もうすぐ経てるということで、本当に皆さんになんか、まあ、ありがたい企画などなど、まあ、できたら嬉しいんですけどね。どうかな、まあ、もしかしたら2月13日には、ぴったりにできるかどうか、ちょっとお仕事とかもあるので、わからないけれど、 なんかねこの3周年って私はすごい大きい節目だと私はすごく思うのでちょっと何かできたらなとは思うかな、まあ、とにかく2月13日皆さん覚えておいてくださいあそういえば家事が3周年目だとか思ってくれたら嬉しいななんて思ってます えーっと。それでは、続いてのお便りいきたいと思います。ラジオネーム、酒井さんからです。えー、かじしさんこんばんは。タワレコもない、映画館もない、吉野家さえもない、某県庁所在地から人口100万人超えの 大都会へ転勤することになりました。人生のほとんどを田舎で生活していたので不安でたまりません。都会人の梶島さんから不安を解消できるアドバイスお願いします。だそうです。いや、やばいんだけど。すごいな。これはでも、そっか転勤ってなると、めちゃめちゃ 大変だよね。そうだよね。えー、転勤なんだ。まずは、お仕事の方かね、頑張ってっていうことを私は伝えたいの。まずはね、頑張ってねっていう、慣れない環境だといろんなことがあると思うけど、家事もね、高校卒業したらもう、2期1本だったので、 まあ私今家には千葉県に住んでるんですが、結構のどかな場所に住んでるんですけど、まほぼほぼ都内にいることが多かったですね。あの、お家はもう寝るだけくらいの状態だったので、結構、都内を、になれるまではすごく大変でした。 例えばもうなんか、私人混みっていうのがすごく苦手だったんだけど、どこに行ってもやっぱ人混みだし、なんか、でも、それがね、少しのきっかけで楽しくなるっていうことも気づいたかな。なんだろう。お店も多くて人も多いってことは、こう、目の、目に入る情報が結構多いと、最初は、 下向いて歩いてたけど今はなんかふとしたものを見てあ面白いなと思って見続けたりとか <laughs> するようになったし看板とかなんか今こういうの流行ってるんだとかそういう違うことを考えて歩くようになった気がしますそうそうなんか一つの何かきっかけみたいなのがあるとちょっと 変わると思うから多いな明るいな広いなとかってよりかはその中で小さなことを見つけるっていうのが私の中でよくやってることですいまだにやってますって感じですかねと頑張ってほしいな応援しますねカジシマ何か大変なことがあったらぜひカジシマの コメントなどなどでお持ちしてますので。いやー、頑張っていただきたいでございます。うわー、たくさん来てるんだけど、どうしよう。待って、すごい、今来た方がいらっしゃる。今、ピロンって。ラジオネーム、長靴からど、ど、長靴から土壌さんからです。<laughs> 小さい頃、よく川遊びをしていると、長靴に土壌が入るんですけど、梶島さんも経験したことありますよね。<laughs> ないわいな。<laughs> ちょっと待って。 どういうこと中身からな土壌があるんですけど <laughs> めっちゃ面白いねえ私はでもよく川遊びをしてまして言ったよ川遊びをしてたし川あるんで近くにあるんで川遊びしてたんですけど土壌はいなかったなうんなんかどこぞのももみたいのはよく入ってましたけど靴の中に もですもそれはね、なんか、あっ、髪の毛だとか言って遊んでたんなっていうのにありますね。<laughs> はい。いや、面白いのがちょうど,ちょうど来たんうわー、どうしよう。なんかいっぱい迷っちゃうな。たくさんありがとうね。ほんとに。すごい。ありがとう。マッチョルリン。ヤッホー。ヤッホーヤッホーヤーうわー。 どうしようじゃあいきます。ラジオネーム、ジグフリートさんからです。こんばんは、勝島さん。今日,のラ今日はラジオとのことですが、今日の横顔を見ていないので、ラジオの背景は横顔でお願いしますと来ています。正面ですね。あでも待って。これさ、また帰るとさ、音なくなっちゃいそうんじゃないやばいんだけど、怖い怖い怖い。 あ,あ、ジークリートくんね、どうしようね。ね、ちょっと待って、また今度でもいいかな、これ。<laughs> 今さ、そうだなーってくさ、今変えようと思ったんだけどさ、ちょっとやばくない私またさ、音切れちゃう気がするんだけど、ごめん、ごめん。<laughs> ありがとう。お便りありがとう、本当に。に。やばすい会社だよ。いやー、れぴよ。そう、ちょっと変えたの正面にしちゃった、正面。正面にしちゃったよ。あ、でも嬉しいよ。 嬉しいよ。ありがとね。ありがとね。会社さん学んだ、ちょっと。<laughs> ごめんごめん。なんか、調子が良くなったらやろう。ね。いや、呪いの横顔がね、ちょっとあるからね、たまにね。そうそうそう。そう、私もね、前まではね、いっぱい写真変えてたんだよ。でもね、iPhone12 にしてからさ、写真変えると止まるっていう、なんかよくわかんない現象が起きるんだよ。怖いよね。やんだやんだ。じゃあ、それでは続いていきたいと思います。 ラジオネームサイファンさんからです。あけましておめでとうございます。先日おみくじを引いたところ大吉が出ました。願い事の欄には、思う通りになると書いていましたが、梶島さんの今、叶えたい夢はあります。あ、叶えたい願いはありますかだそうです。ありがとうございます。よいしょー忍者。忍者くん。ありがとうございます。あらーん。大吉おめでとうございます。ちなみに、私も初詣に。 行きました。えっと、1月、めっちゃ過ぎてからだけど、初詣っていうか、もうお神社周りみたい、ま、お神社参りみたいになっちゃったんですけど、ママと行ったんですけど、そこで、海口引いたらね、やっぱ大吉だったのよ。今年は大吉を多く入れといてくれたのかなっていうぐらい、なんか割と周りの人が大吉いっぱい聞いてる気がします。まあ、願い事ね、なんだろうな。 まあね、アプガニキとカジ屋マとしては、すごくいっぱいあるし、山ほどあるけど、まあなんかこうラジオなので、プライベートの話をすると、USJ に行きたいなって、めっちゃ思います。はい。そうそうそう。めっちゃ、 じゃあもうあのマリオのエリアに行きたいなっていう感じかなって感じです。<laughs> やらピーピーピー。本当に行きたい。じゃあそれでは続いていきたいと思います。ハッシュタグ。ハッシュタグにちょったよ。ラジオネームめぐみさんからです。最近好きな食べ物は何ですかあるよ。鍋なのよ。もう鍋。もう鍋なんだよ。 もう鍋しかなんか最近ね、まあ、電動入りしてる食べ物はあるの、ね、やっぱカレーだったりとかもうずっと好きだし、まあ、最近好きなのって聞かれるともう最近は鍋って鍋って答えてるほんとに筆ちーとかやってからママに夜ごは何がいいって聞かれたらとりあえずまず最初に鍋って答えちゃうね なんかもっと美味しい鍋を見つけたいなぁなんて思っちゃうぐらい鍋が好きです。鍋。それでは続いていきたいと思います。んおラジオネーム3等分された人からです。ありがとうございます。梶島さんこんばんは。いつも寝ながら楽しく聞いています。 最近、TikTok で、松田家の日常という方にハマって見ています。いや、やばいや、やばいでしょって話だよね。というお決まりのフレーズがあるのですが、梶島さんの周りでやばいでしょっていう話ありましたか <laughs> 知ってるやばいでしょって話だよねってやね。いや、わかる。これね、私もね、TikTok でね、何度もお見かけしたことあります。やばいでしょって話はね、何だろう。 橋島はね、あるかな鹿島家のやばいでしょっていう話だよね。え、どうしよう。え、何がやばいかな何かがやばいはずだよね、でもね。 よいしょーよいしょーど,うもーどうもどうもどうも基本やばい説だって。いやーなんだろう。あー、でも、やばいっていうか、鹿児島家の、なんかこう、絶対やることなんだけど。<laughs> えっと、家族全員揃った日夜ご飯一緒に5人で食べてるとき。 ご飯食べ終わると、姉ちゃんと私とママが踊り始めます <laughs> <laughs> うん。これはさ、本当にさ、なんでだろうわかんないんだよね。本当に。そう、踊り始めるの。マグネットの。 水道修理広告が郵便受けにを書いてるって。やばいね。そうそう。そう、踊り始める儀式としてそう。やばい。やばいでしょって話だよね。<laughs> うん、愉快かな血が騒ぐのか。そう。愉快なご家族でした。 いや、わかんない。いつからやり始めたんだろうなって、もう一回踊り始めてる気がしますね。まあ、そんな感じでした。それでは続いていきたいと思います。ラジオネーム、なーさんからです。あやぴー、こんばんは。カジラジ楽しみにしていました。社長がカジスティックライブ半年以内にやりたいと言っていましたが、準備はできていますか <laughs> <laughs> 半年って言ってたっけうわー。すぐだね。 いや、わかんない。カジスティックライブは、こう、いろんなカジスティックライブがあるから、どのカジスティックライブのことを言ってるかわかんないけど、いや、そろそろお家だったりとか、なんかスタジオとかでもいいんだけど、何かしらの形でカジスティックライブをやりたいな、なんて思っていますね。本当に思うかな。うん。そうね。 ライブハウスでのカジスティックライブは、いや、まだちょっと難しいかもしれないかなって思ってはいるけれど、配信だったらもうカジ島次第だだよね。って思ったり。まあ、お家にな、お家になっちゃうっていうか、まあ、お家から始まったカジスティックなんで、もしかしたらできるんじゃないかななんて思ってはいます。ただ、ちょっとね、まあ、いろんな、 ことがね、今ね、ありがたいことに待ち構えているので、やばい、この日暇すぎる、みたいな期間ができたりとかしたら、もうすぐさまやりたいなと思っているので、なんか、待ってくれてる方がいるっていうのが本当に何よりも嬉しいな、なんて思っていますね。本当に。うん まあよかった、ね、見たことない方も多分きっといらっしゃると思うし家事が歌うなんてねギター弾くなんてねあんまりイメージがないよって方の方が多いと思うんだけどよかったらね好きになってもらえるように頑張っていければなぁなんて思ってますありがとうございますう嬉,嬉しいお便りでしたねほんとにそれでは続いていきたいと思いますえっ、ー、とラジオネームヘビーブーンさんかな ヘビブーン、えー、お疲れ様です昨年の2月にミューコインプラスのカジシマタガメは島屋の高めは草原の味係に送って不採用だった質問を投稿します音の耳コピーができる絶対音感を持っているカジシ島さんですがそうで,したかそうですほうあこれ面白い質問だね 元とも、まあ、耳コピができるっていうのに気づいたのは、まあ、ピアノをね習っていたのでまあ、楽譜が読むのが嫌いで CD を聴いて弾いていつもレッスンに行ってたんですよ。でそれって姉ちゃんも割とそういうタイプで全く。 違和感がなかったんですけど、まあ、その時からもうできてたんだなと思ったので多分小1とかにはもう楽譜は読まないでその CD がついてたんですよねその CD で弾いていたのが弾いていたななんて今は思いましたそうね いいことはね、なかったかなうーん。アップガニキになるまでこの絶対音感割と邪魔だなって思ってた方の人間でした。私は。<laughs> うふふ。そんなことを思っていたりしていました。まあ、うん、ちょっといいこと、うん、というと、まあ、吹奏楽部に1年だけバスケ部と、 並行しててやっていたんですけどうんその時まあトロンボーンを担当した時にめちゃめちゃ楽だったって感じかなそ,それは楽だったかなと思ったけどうんい不便だなと思ったことの方が多かったかもしれないななんて思いましたねうんそうそうそう 私の耳コピが、この絶対音感が、なんだろう。結構幅があるんですよ。なんだろう。こう、例えば、ドレミア・ソラシドを一回に押して、まあ、全部わかるかって言われたら多分私はわからないのね。ただ、わかる人もいるの。でも両方とも、音感がいいとは言われるわけだから、私はね、基本的には、こう、音楽には、 ピアノとかね音楽には使えないくらいの音感しか私は持ってないのもともとそうだからね中途半端に持っていてすごく不便だなと思うことはいっぱいあったかなそうそうそう全部聞き取れちゃうんだったらピアノももっとブワーって弾けてただろうしこうね苦手な音域もあるしねそうそうだからまあ極めたいなとは思うけど まあ今までではね、でもこの本当鼻リコーダーに、ね、出会ってよかった,ったとは思います。そう、ママにはね、いつもね、ピアノをやってないで、あの、他のことやってればよかったって言っちゃったことがあるくらい、本当にいいことないなとか思っちゃってたんだけど、ママにはね、今になってめちゃめちゃかありがとうとえ伝えられてよかったななんて思ってました。 なんて、そんな感じやったな。えー、どうしよう。待って。はい。ラジオネーム、大井さんから、大井さんから、いただきましてありがとうございます。こんばんは。今年の春から。 勤務先が自宅から遠い場所になってしまいました。引っ越すか迷いましたが、とりあえず通勤してみようと思います。家事はよく家が遠いとか言っていますが、えっ、ー、と、遠距離通勤のいいところがあれば教えてください。おォーこれねいや、私もね、見つけるまですごくね、結構苦痛だったりしたりする時期が絶対出てきちゃうと思うんだけど、 なんだろうな。寝れるとか、思ったりしてたな。そう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 。でもなんか電車で寝るのって、私はこう田舎から来てるから、こう都内に向かって行くけど、田舎の部分の電車は空いてたりするので、寝れるんだけど。まあそう、まあ寝る以外だと、 私はね、音楽を存分に楽しんでます。そうそう。スマホをいじるのはね、あんまりしないんですよ。なんかわかんないけど。音楽をね、楽しむのがね、すごく好きなので、音楽アプリで、こう、まあ、自分の好きな曲ももちろんだけど、音楽に出会うっていう時間にすることが多いかなって、 思います何だろうその出会いがさ奇跡的な出会いとかがあるんだよねそうそうそうなんだよそれがいい感じよおすすめするわそれをぜひやってほしい限りですねほんと絶っ全全然 全然知らない方の曲とか聞き始めると結構面白かったりするのでね音楽探しですかねカジはそれでは続いていきたいと思いますどうしようかなカジラジネームメガネメガネメガネさんからですありがとうございます一度だけ魔法を使えるとしたらどんな魔法を使う いや、これさ、すくごいパチ当たりそうな魔法の使い方するんだけど、願いが100個叶うっていう魔法を使いたい。ちない。それで98個まで使ったら、99個目で言うの。100個願いが叶うようになりますようにってうわー、これでどんどん毎日願い叶っちゃう。いや、正直ね、こんなことばっかりしか私考えてないんですよ。 やばいですよね。なんかもう本当につまんない女だなと思っちゃうんです。で、なんかいつかなんかすっごいバチ受けそうだなとか思っちゃうんですよね。そうだから、それなしにして真剣に考えてみようと思います。今宵は。今宵はね。今宵は。<laughs> もうそんなことばっかりしてしまうんだよね。 100個目で言わないから99回目で言うから100個って慎重でしょ私ほんとケチやもんなこういうとこないやどうしよう魔法か1個だけでしょ難しいえなんか自分を見た人が カジシマアヤがパワースポットにしてくれたらいいな。パワースポットっていうかなんかカジシマ見るとめっちゃハッピーになれる魔法をかけてほしい。うん、なんかそういうのがいいな。なんか私に魅力が欲しいので、誰が見てもだよ。そうそうそう。誰が見てもカジシマを見ると 笑顔になったりとかハッピーになったりとかする魔法をかけてほしいかなそう動くパワースポットみたいなのになれたらいいなあなんて思っちゃうけどねそんな魔法がかかったらいいなしたら100個願い叶えてよりも幸せな毎日を送れそうだよね なんて思っていました勝手にはいはいこんな感じかなそれでは続いてですラジオネームジークさんからです渡らせ橋が聞きたいうわーって渡らせ橋の歌詞あ、ちょっと調べようあ、パソコンって便利だな

あれうん渡せ橋で見る夕日をあの月あんたはやばい、ちょっと待ってあれ、伴奏欲しいなやばい やばい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 。パッて歌えないんだけど、どうしてだろう。出てこない。出てこない。助けて。助けて。困った。あーサビが出てこないよ、助けて。サビをください。あ、ちょっと待って、これどうしたい、どっちだ あー、出てこない。助けて。なんだよ。またあらせ。まだしっかり出てこない。<laughs> <laughs> テで、キストリーゲットドランドしたんですか確かに。確かにすぎた。あて、ツラピー。ツラピーだよ。あー、出てこない。私、リコーダーで吹いてたのにね。やばい、やばい。 ううわ、うわ、全然出てこないちょっとこれはこれちょっとあれしようリベンジリベンジ渡らせましょう今度しましょううわこれ出てこないことあるんだ宿題ですねこれは。 やばじゃあこれりこれはまたいや歌詞はねここにあるの歌詞はあるんだけどね音が全く出るから助けて最近やってなかったからだこれはもう歌事のバカバカ歌事のバカバカ歌事のバカバカなバカバオ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 バ それはこれはカナピごめんなせっかくリクエストしてくれたのに嬉しかったのにじゃあこれは今度リベンジさせていただきたいと思いますそれでは続いていきたいと思います <laughs> ラジオネーム生ステシオさんからです カジナマステ。に名前がつけてくれたこのあんなののインパクトが強すぎて名前を戻すきっかけを失っているのですが、このままでいいと思いますかあと、メンバーがカレーを食べたって聞くとすぐギフトを投げてしまうくせに、落としたらいいですか <laughs> そうなんだ。ええー、お名前か。まあ、お名前はね、ナマステショーさん。まあ、確かにインパクトあるけどね。ラブゲ。 あ言っていいのかな言っちゃった普通に <laughs>。ラブゲッチ。でもいいんじゃないかなんかあるよね気分気分。また戻せばいいし。何度でも。何度でも戻す、戻せばいいんじゃないかなわして。使い分けるといいと思うぞ。おすすめするぞ。 ショールームだけにしてきます。<laughs> そうなんだ。メンバー明かりを聞いたと聞くとすげえ人を投げてしまくせでもそれはあれよね。なんか私も嬉しいもん。ケイッチがさ、自分と同じ食べ物食べてたらさ、あ、つながってるって思っちゃうもん。まあでも、その気持ち私はわかるぞっていうことだけ教えてあげる。 鹿島,鹿島もねいやだってもしだってたまたまだよたまたま火事なんでカレーを食べてる時にケッチャカレー食べてたらもう嘘やんやんってなっちゃいます <laughs> ちなみに今日今日のお昼カレーでしたはいそれでは続いていきたいと思います えー、ラジオネームてっさんからですえー、おとといの晩ご飯を思い出せますかうわどうしよう思い出せないかも今日はねスコッチエッグだったんですよその昨日がもう思い出せないもんほらやばいって昨日何食べたっかな まず昨日何してたかも思い出さないんだよ。昨日ギターの日だっけ違うなおとといだな。ギターの日だ。うわ昨日だってジム行ってたんだもんね。その前の日、ギターの日は何をしてたかなうわぁ、出てこないもんな。あー思い出した。グラタンじゃないですかね。そうだ。 おとといの夜ご飯はんは、まあ、グラタンだったんですよでも家事おなかいてなくてグラタンを次の日の朝にしちゃったので、まあ、晩ごはんって本当のこと言うとサラダしか食べてないよしああすっきりしたわわいっぱい来てる嬉しいなすごい37秒今多分あれしてくれ,くれたんだと思いますはいラジオネーム5060喜んでさんからです 戦略梶島さん今度手術することになるちょっとビビってまさって、えー、大手術の末急死に一生を得た梶島さんから手術に挑む心構え教えてくださいもしくは不安になったらボスに電話するんだねボスの電話番号教えてください <laughs> 待ってめっちゃいじってるやんいじってるけど大変じゃないか 今、火事の手術歴をちょっと教えますね。火事、爪の手術をしたんですよ、足の。そうそう。で、足の親指だったんですけど、まあ、爪の端っこから肉がはみ出すっていう。<laughs> 私は痛かったんです。私は痛かったんですけども、その病院にとっちゃもうめっちゃちっちゃい手術だったと思うんですよ。まあでも指に麻酔を打ち、 爪を剥がされ、パンって取られて肉を切られた時は、やっぱり痛かったんですよ。そうそう。でも私は痛いよーってなる、まあ直前ですね。15分前ぐらいに手術をする15分前は、もうなんか、急に手術しますって言われて、もうパニック。で、私社長に電話しちゃったんですよ。赤い赤な手術するみたいだみたいな。 っていう話なんですけどまあねもしかしてこの時私も死ぬかと思いました足の指だったのにまあでも手術するんですね多分私よりはきっと大きい手術なんだろうなと思うとすごく不安な気持ちもたくさんあると思うんですけどなんだろうなどうかどうか家事にできることがあればなんか応援 応援っってて言いいのかなどうか私は犬のことしかできませんがよかったらなんかアプガニキの曲とか聞いてねハッピーに少しでハッピーというかなんかもうちょっとでも元気を与えられてたらいいなぁなんて思いますがちょっとね社長の えー、ボスの電話番号をね、本当は教えたいんですけどね、もうなんか、ね、ゼロから始まるってことだけは言えるなって思うんですけどね、ちょっと社長がね、もしかしたら教えてくれるかもしれないのでね、よかったら社長のツイッターの方にね、ちょっと書き込んでいただけたら嬉しいなって思う。いや、本当に、いや、でも本当に何を無事でいてくださいってことが、ね確かに本当に、はい。うーん 頑張ってくれると家事も嬉しいなって思いますどうか祈ってますねやそっかそっかじゃそれではね続いていきたいと思いますラジオネームイラレンさんからですアミとと不仲になったきっかけは何ですかなぜそんなに仲がこじれてしまったんですか やみたとね、ふなかかって言われたふなかじゃないんだよ。ただね、距離感が、ね、距離がね、あるって言われるだけなんで、きっかけはね、ないです。逆に仲良くなるきっかけがなかったのかもしれないですよ。もしかしたら。うふふ。<laughs> いや、わかんないですけどね。でも、あみちゃんとはこれから仲良くなる予定なので、ちょっときっかけがないところが怖いです。ほんとに。大丈夫です。これから待っていてください。 <laughs> それでは続いていきたいと思います。ラジオネーム。ジークさんからです。カリシマさん、強くないと生きていけないと思う今日この頃なのですが、どうしたら、はぐれメタルに出会えますかどうしたら、はぐれメタルに出会えますがはぐれメタル。 はぐれメータル検索おなん <laughs> だこれ <laughs> あな<あ>んだこれべしょべしょだな ぺちゃ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 えー、会えないんじゃないですかこれ会えるのかなでもなんかやっぱ願うこと言霊ってあると思うんですよ。私信じるタイプなんで。 すごい声に出していくっていうのはどうですかやっぱり諦めない声に出すここは大事だと思いますいやあはぐれメタル会えます君なら会える頑張ってそれではじゃあラストですかねもうあと2分ですラストになっちゃったんですけどそれでは最後のお便りいきたいと思います

ハッピーバースデートゥーユーおめでとうございますあー、早めに読んどけばよかった。ちなみに今日餃子だったということで、ハッピーバースデー餃子ハッピーバースデー餃子だったってことですね。あら、おめでとうございまする。えー、カチはね、誕生日にはピザが食べたいって決まってるんですよ。もうピザが食べたい。私だってピザはごちそうなんですよ。 でピザめっちゃ好きなんで、ピザが食べたいです。あとは、ママが作ったチャーハンと、ケンタッキーフライトチキンと、レディーボーデンの大きめのアイスと、フジヤのペコちゃんのほっぺと、フルーツタルトのカスタードのやつと、プデチゲと、 なん,かめっちゃなんかめっちゃすごいなんかすごいめっちゃ高い食べ物 <laughs> はいいやよかったこれ読めていやおめでとうございます本当にどれをカレー味にしますか鍋カレー鍋にしましょううなぎあこおじいちゃん好きだからうなぎもしようかな食べ過ぎだね完全に ちょっと今年の誕生日いっぱい食べようと思いいますいや本当におめでとうございます。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました最後に歌いたいと思います。じゃあアカペラになっちゃうけど2月16日にね発売するシングルが私たちにはあるので最後に あの曲を歌いたいと思います聞いてくださいせめてせめて画面越しに送るハートの裏面に言葉を隠してもあなたにはと 解かないね。羽ねがちぎれそうな思い。や一番に描けないドラマは名をさらすで。なれないよ。決して届かない心。の手で何をつかめるから。歪な二人であろうとも。なくさず大事にしたいから。せめてせめて。 見つめちゃダメ愛の鎖で私を縛ってね」「幸せだけどもの足りないの今日はあなたからもっともっともっとそっに来て」ありがとうございます。 めめちゃめちゃゃ鼻の詰まってるせめてせめてだったんですけどもまあちなみにねちなみにね、えー、この曲私今のパートどこも歌ってないんですけど <laughs>、まあ、CD 買っていただけるとね家事がどこ歌ってるのかちょっと分かるかもしれないので是非ね2月16日発売「バアップアップガールズ」「カッコニキュの10枚目シングルの方よろしくお願いします。ということで。 また明日もね私のショールーム会いに来てくれると嬉しいです最後まで聞いていただき本当にありがとうございましたそれではお手拝借せーの以上ですありがとうございましたまたお会いしましょうバイバイけぐ